はい、皆さんこんにちは。京都のマサです。今日はですね、まあ久しぶりですね。ちょっとね、バイクね、なんかずっと秋雨前線がね停滞してたせいで、結構ね長雨というか雨続きでしたんでね、まあ、夏の樹液採取、まあそれもね雨の間を縫ってこう樹液見に行ったりしてたんですけど、なかなかね、まあ、近所は行けてもちょっと遠出っていうことがねしにくかったんでね、久しぶりですね。この YB 君もね、今日はねこのまま、今9号線走ってるんですけど、9号線でねちょうど京丹波町に入ったところですね。あの前に紹介したね観音峠の観音堂のところをね過ぎたところですけど、もうこのままね走ってちょっと今日は氷ノ山の方にね行こうかなと思ってね出てきました。まあ、以前ねこちらも林道を走ってるとこね紹介させてもらってるんですけど、林道目当てじゃなくね、今回は虫取りをねちょっとしたいなと思ってね、まあできれば姫オークはね、まあちょっと難しいと思うんですけど、まあ、姫王とか赤足とかねその辺の種をちょっと狙っていきたいなと思うルッキングですね。まあですから林道はまあゆっくりね走って見るような形になると思いますけどね。ということでまだ多分ね2時間以上かかるかな。今日なんかもね6時半ぐらいにはもう家出てるんですけど、もう8時53分ぐらいですけどね、結構亀山がねやっぱ抜けるのが時間かかるんですよね。亀山八木ってね、まあ、9号線一番ねこの辺では混む道なんでね、都市部はもうずっと渋滞してますからね、まあ、その辺さえ抜けてしまえばねあとはもうこんな感じでねずっと走っていきますんでね。ではまたね後ほどね最終の方はお伝えしたいと思います。さあさあようやくね八伏瀬高原左行くとね八高原と氷ノ山ね、右行くとね八北ですね。9号線ずつ行くとねやっとここまで来ました。懐かしいね。なんか長かった。もうね9時50分ぐらいですからね、なかなかね時間がかかりますね。まあ、毎回ね分かってはいるんですけど、車で来てもね
結構時間かかるんでね。まあバイクでも一緒ですけどね、車の方が逆にかかるのかな、もしかしたら渋滞ねしてたりしたら。まあ、こっからはねもうどうでしょう、20分も走れば京都線のね林道に入っていけると思うんですけどね。そこからまたちょっとね走らないとなかなかねそのブナのあるエリアには行かないんでね、やっぱり植林、下の方はずっとね植林されてますんで、上の方のねブナとかの原生林のあるところまで行かないとね、そういうイメオとかいないんですよね。ですから標高もね、まあ、今 200m ぐらいですね標高、まあ、もっとどん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  1000m 以上ね上がっていかないとなかなかそういう環境にならないんで、まだまだちょっとね時間はかかりますけどね。いや気持ちいいですね、こういうのどかなね田舎道は。この氷ノ山っていうのもね昔は何回もね来てますね私は。ただねルッキング採集はねなかなか厳しいんですよね。ルッキングで姫を取ったことがないんじゃないかな、確か赤足は取ったことあるんですけど、それぐらいね個体数は多くないですね。まあ、ただ関西で姫オクラが採集できるところってねもう限られるんですよね。やっぱりブナの原生林のあるとこじゃないとね、ただブナがあるだけじゃダメなんですよね。やっぱり太い木のね原生林が残ってるとこじゃないとねいませんからね。でそういうところでなおかつそのルッキング採集ができる、まあ、すなわちねあの柳とか、まあ、ダケカンバとかね、まあ、そういう木につくんですけど、そういう木がこうある環境、まあ、だから開けたような場所じゃないとそういう木が育たないんで、森の中みたいなところだと原生林の森はあってもまあブナはあってもね見つけられないんですよね。ブナなんてすごい木が高いんで、そんな20メートル30メーターも上にいる上にクワガタがついていてもね採集できませんから、となるとそういう原生林プラスルッキングできるような木がねあるような環境じゃないと採集ができないんですよね。でこの氷ノ山ではね私ね昔一回だけね10日採集やったことあるんですよね。でその10日の時に姫を飛んできたんですね。ルッキングは結局ダメでね、ルッキングでは見つけられなくて10日でねまあなんとか採集できたって感じですけど、
かしいね、なんか。この上の林道はね、ゴールデンウィークの頃でもね、まだ雪がね、あったりするんでね、ゴールデンウィークぐらいだとまだ通れない可能性がありますけどね。まあ、バイクなら行けるかな。車だとね、ちょっとその片側ね、半分ぐらい雪が埋もれてたりしてね、通れなかったりしますんでね。浸水公園ね、さあこっからね、林道ですね、林道上がっていく道になりますね。おお、途端にひんやりしてきましたよ。気温が全然やっぱり違うね、森の中は。やっぱりね、ヒメオウとか飼育するのね、成虫を飼うだけならできるんですけど、産卵させたりしようとするとね、やっぱり温度がね、多分全然ダメなんでしょうね。何度かねチャレンジしたことあるんですけどね、こうブナの倒木の破片をね持ち帰ってね、ブナに産ませようとしたりねしたこともあるんですけど、やっぱりダメですよね。多分ブナでこう白枯れしてるね、まあ瓦が入って白枯れしてる材ならね産むとは思うんですけど、あとは温度ですよね。温度がね20度近くまで落とさないと無理なのかもしれないね。この辺はまだねブナが出てきてないんでね、水なら、さっきの木は水ならでしたね。水なら帯ではまだ、あ、赤足はいると思うんですけどね。もうちょっと標高を上げないとダメですね。この辺から徐々にね、今755メーター、ブナもね、出てくると思うんですけど、まだちょっとね、もうちょっとあれだね、もうちょっと標高を上げないと。すごいフラットに固めてあるね、リンゴね。砂利が結構固めてあってね、前来た時より走りやすくなってますね。さあちょっとね
ちょっと空気圧を落としましたんでね、まあこういうダート向けにね、まあ、これでちょっとはね走りやすくなった感じですね。さああとはねもうちょっと先だよね、ルッキング、ルッキング最終ね、頑張ってなんとか捕まえたいね。柳急に出てきてね、びっくりした。ちょっとこの木は枯れてるね。うちの柳はどう？うちの柳もちょっといまいちだな。まだねブナの近くにねああいう柳があるとすごくね有力なんですけど、ちょっとこの辺まだね植林地帯なんでね、いきなり柳だけあっても厳しいよね。あ、この辺からブナが出てきましたね。このねでかいのブナですね。この辺はねブナもあるし、あとはツクキがあればねいいんだけど、ツクキがルッキングできる木がねこれもすごいブナですね。なかなかいい感じだ。今標高860m ですね。この一応腕時計だとね。車だとね降りてみないとねなかなか見にくいんですけど、バイクだとねこうやって見ながらルッキングしながらっていうのはやりやすいかもしれないですね。意外とこの辺はね、火も当たってね、まあ悪くはないんだけど、やっぱり発生木がないんだろうね。全然虫の気配がないですね。赤足すらついてないもんね。ちょっと先を急ぎましょうかね。横断がなる
横断金網まで来ますね。こっから先だね、ブナーとね、発生木もあっていい感じなのね。さあさあ、ぼちぼちね、ちょっと見つけたいですね。今でね、1060m ですね。今ちょっと降りていってますけどね、まだ確か上がったと思いますね。今標高は1200ですね。ちょうどいいぐらいですね、ヒメオサイシには。これも柳だね。丸葉の柳ですね。虫いないね。赤足でもいいからね、捕まえたいよね。なんか全然虫の気配がないもんな。困ったもんだね。どっかその辺でなんかルッキングできる気ないかな。こういうね、ちょっと中入ったぐらいのね、柳とかいても良さそうだけど、いないね。時間的にもね、今ぐらいが午前中、今ぐらいがね、狙い目なんですよね。気温があんまり高くなってね、昼回って2時3時ぐらいになるとちょっとね、暑くなりすぎちゃうんでね、虫が引っ込んじゃうんで。これなんか道があれなんだね、ずっとついてる。なかなかね、目もね、見つける目になってこ慣れてこないですね。見えてこなかったりするんですよね。よくね、気がつくときだと、もう裏返ってね、足がちょっと見えてるだけでね、あの上にいるとかね、
木の上に乗っかってる虫を見つけれたりするんですけど、まだね目がそういう目に慣れてきてないんでね。よいしょ。ここから登山道を上がっていくところ。